今日は警報じゃ。警報ってなんじゃ知らんのか。ならばこの機会に覚えていけ。わかりました。やってみます。今日はちと難儀じゃぞ。遅すぎると言うておる。そうじゃ、なかなか良いぞ。よし、良いぞ。そうじゃ、その調子じゃ。よし、良いぞ。よしよし、その塩梅じゃ。そうじゃ、なかなか良いぞ。そうじゃ、その調子じゃ。よし、良いぞ。そうじゃ、その調子じゃ。ほう、なかなかやるの。わかっとるな。鶏を10匹ですね。うん。やりますよ。さて、お寺見拝見といこうかの。ついたようじゃ。そろそろ技を伝授してやるかの。はい、よろしくお願いします。よいか。素早く接近して撃つのじゃ。素早く接近して撃つのじゃ。
そうじゃ、そのタイミングじゃ。うん、もう一度試してみるか。お願いします。よし、素早く接近して撃つのじゃ。遅い。素早く接近して撃つのじゃ。そうじゃ、そのタイミングじゃ。うん、もう一度試してみるか。いや、もう大丈夫です。そうか。しかし、何回かできたからとて油断するでないぞ。はい、あの酒は憲法と本当に関係が。あの酒を買うためにはいろいろと工夫せねばなるまい。途中で諦めるようでは奥義など無理というもの。それにわしもうまい酒が飲めるしの。では鶏は。鉄山公は素早く相手の懐に入り、大地の力を攻撃力に変え突き上げる技。お主には俊敏さが足らぬ。まあ、ここの鶏を捕まえられるようならなんとかなるじゃろう。そうだったんですか。だが、一度や二度できたからとて鉄山鋼を身につけたなどと思ってはならんぞ。はい、日々鍛錬あるのみ。